ツインズも先発ピッチャーイーディソップは2イニングで交代です。2人目のピッチャーのソンジョ、今年にかける気というのはね、はい、感じますけどね。まあ、毎年前ですけども、はい、今年はこのキャンプの時から、まあ、本当に考えながらありますよね、はい、そうですね。レギュラー取りへの思いというのは本当にずっと強いわけで、遠い球です。思いっきり引っ張ってきました。入りました。フェア、ライン裏に転がってる。杉谷は二塁に、今日もヒットを放ちました。第一打席、ただ中島選手はバントはね、非常にうまいですもんね、はい、と言っていたら これは低いです。ではありません。高めのボールでしたが、綺麗に転がしました。ナイスバントですね。はい、ジャルマがどういう形で返していくのか、はい、まあ、これその成長度合いというのはね、測られると、はい、なんとしても三塁ランナー返すというね、バッティングが、ショートの右抜けました。平沼のタイムリーヒット、ファイターズ1対1同点に追いついています。という中での今バッティングだったんですね、はい、まあ、いいアピールに、ね、はい、なったかもしれません、大きく低めのボール打ち上げましたが、センターか、センターの守備範囲。まだ2試合の実戦ではヒットは出てません、石川。まあ、ただ本当で走っていいケースですよね、はい、あ、その辺はバッテリーもね、分かってるんでしょう。これもショートの右だ、うんと、ショートが弾きました。あ、平沼はいい足が三塁に行く、まあ、しているのではないかと思いますが、やっぱりこう、配球であったり、はい、ピッチャーの特徴嫌だと思いますね。なるほど。私はもうこういう外国人、まあ、そのあたりのやっぱりここというところでの働きっていうのはね、当然ありますから。上手なバッターでしたね、はい、低めのボール打ってきました。これもセンターフライか、右中間、距離が出ませんでした。だったり、そういうところはね、また今後の課題として、取り組んでいってほしいと思いますね。そうですね、はい、どうも、特に浦野投手はね、はい、もう年数も年齢もね、こう上がってきてますから。左腕との対戦、スリーボールなんですよね。まあ、ね、やっぱりね、はい、はい、横はスイングアウトの3、まあ、それは張ってってね、はい、振ってるわけですからね。サードへの正面です。2打席目はサードゴロに、そして森山、森山選手も左ピッチャーとの、あと止めたバットだ、これはちょっと、森山としてはしっかりと振ることができませんでした。4回のファイターズ無得点。